ジョージ・デューイは、アメリカ海軍の軍人。米西戦争のマニラン海戦で英雄となり、アメリカ海軍史上でただ一人、海軍大元帥の地位を与えられた。バーモント州、モントピリアに生まれ、ノーウィッチ大学を経て1858年に、海軍兵学校を卒業。南北戦争に際しては、デビット・ファラガット少将の帰化で戦い。 ルイジアナやミシシッピ川での戦闘に参加した。1865年には少佐に昇進。1867年からは海軍兵学校での職務につき、1871年には病院船、サップリーの艦長となる。1872年、中佐となり、ボストン海軍交渉及びニューポート水来基地勤務を経て、1875年からは海軍、 第2艦区東大監督官に就任した。1882年、スループ艦ジュニアタの艦長に任命され、ついで海軍賞勤務等を経て、1884年には大佐に昇進。1889年からは海軍偽装局長を務め、1893年には再び東大局配属となる。マニラ湾海戦で、 帰間、オリンピアの環境に手指揮を取るジョージ・デューイ1896年、順勝に昇進し、1898年の米西戦争勃発に伴い、アジア方面戦隊司令官に就任。同年4月27日、中国を出港した帰間オリンピア以下のアジア方面戦隊は、4月30日にマニラ湾に到着した。翌5月1日の朝、後に有名となる、 君の準備ができたら撃っていいぞ。グリッドレイ艦長の言葉とともに、スペイン太平洋艦隊に対する攻撃を開始。約6時間の戦闘で、味方の被害は負傷者救命のみという記録的な大勝利を挙げた。この勝利により一躍英雄となったデュイは、1898年5月11日付で、少々に昇進。その後も、フィリピンでエミリオ・アギナルドラと協力し、 スペイン軍の総統を指揮した。リューイ自身はこの時フィリピン人に接した印象から、フィリピン人による自治を主張していたと言われるが、マッキンリー大統領はこれを受け入れず、フィリピンはアメリカによって、再び植民地化されることになる。マニラ案海戦の英雄として帰国したリューイは、1899年3月8日には、海軍でただ一人の大将に昇進。 1903年には1899年3月2日に制定されていた海軍大元帥の地位がこの制定された日付に遡って与えられた。1898年には彼の功績を称えマニラ湾海戦参加者に贈られるデューイメダルが制定されている。帰国後のデューイには彼を大統領候補に押す声も寄せられたがデューイ自身は マッキンリーの再選を指示して、これを辞退している。1913年には自伝を出版し、1917年に没するまで軍部に泊まった。竜医帝徳の栄誉を称え、三隻の駆逐艦がその名を命名された。ありがとうございます。